どうも、デイベースボールのまなぶです。今回の動画は、前にですね、小出くんが球速アップにつながった体を開かせないために行うエクササイズを紹介してくれたと思うんですけども、このようなコメントがありました。バットでもできないんですか、というコメントがありました。で、そこで、小出くんに聞いたところ、バットでもできるということなので、今回はこのバットでも行えるようにする、動画をですね、紹介していきたいと思います。はい、どうも。じゃあ、今日はその、まあ、バットでもできないのかっていう質問をいただいて、まあ、実際にバットでもできるんで、今からそのバットのやり方を紹介したいと思います。で、まあ、まずバットを用意してもらって、このように持ってもらいます。で、それでそのまま、投げる方向、右ピッチャーなら左足を前に出してもらって、で、左ピッチャーならその逆を出してもらえばいいと思います。で、この体勢を作ってもらって、横にひねる。で、この時に注意してほしいのが、この軸足のつま先をあっち側に向けるんじゃなくて、このまま残したままひねってあげる。で、そうするとここにまた負荷がかかるので、連動性につながるっていうのを僕は思いました。はい、いかがでしたでしょうか。今回小出くんに、ご協力いただいて動画を撮影させていただきました。このような、パフォーマンスにつながる動画をですね、随時配信していきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。